お疲れ様です。今回はね、詐欺師の見分け方ですね。だいたい詐欺師ってなんか昔だったらスーツ着てネクタイピッと締めてホワイトボードの前でこうやってね、意気揚々と喋るみたいな姿が想像されますよね。まあまるで10年前の私の姿みたいなんですけどもそれでね、なんかこうわーっと拍手する人がいたりとか、なんか喋ったらその通りっていう人が後ろからね、仕掛け側がいたりとかしてね、会場のテンションを盛り上げるみたいなところがあったりするもんですけども、まあ少なくとも武将髭生やして自宅からね、ボソッとボソボソ言うような人ってあんまり怪しすぎて詐欺だと思われなかったのかなというところがありますけども、生き残ってるのは誰かっていうと、なんか無理なく発信できるスタイルを続けてる人じゃないかなと思うんですよ。暗号通貨系の情報発信者って YouTube でよく出てくるんですけども、最初からね、なんかテンション高くってね、なんかラッパーみたいな感じで後ろの方に意味もなく画面がいっぱいあってみたいな人なんですよね。で消えますよね、そういう人って。で結局その伝えたいような情報の中身とか解釈の仕方なんで、パッケージとか見栄えにエネルギーかけてる暇はないのかなと思うんですよ。なんか昔ね、そのヒロトっていうなんかそう若いなんか20代で2億円稼いだみたいな人が言ってたんですけども、格好にこだわるよりも内容に、労力を割きたいみたいなこと言っててね、私はまあそういうスタイルの方が好きだなとは思うんで、まあ、この続けられるスタイルをずっとやってるわけなんですけども、おかげさんで続いてますよね。で続いてればいろんなチャンスにも巡り合えるし、人の成功例、人の失敗例を長くいればずっと自分のものできるんですよね。でも消えていったらそれ以降も残り続ける人のいわゆる材料になるばっかりなんでね、やっぱまあそこに居座るってことが大事かなと思いますね。であと詐欺にかかる最も多いパターンっていうのが、頭がいい人がね、なんで詐欺にかかるのかっていうと、その頭がいい人の横に頭が悪い人がいるんですよ。でその頭が悪い人との付き合いっていうのは本当になんか人間同士の付き合いでね、10年20年っていう風にその人同士の関係は結構いいんですよね。でもそのちょっと頭が悪くて付き合いが長いやつが持ってきた話にコロッといっちゃうんですよね。つまりはこいつが自分を騙すわけないなと思うわけなんですよ。でももうすでにそいつが何かの話で騙されていて、で目をつり上げてね、話してくるんですよね。でそれを断るのも悪いなみたいな気がして、ついつい感情に負けてちょっと契約しちゃうみたいな感じになるんですよ。まあですんで、そのマイルールを設けておくことって大事じゃないですかね。自分の感情とかではなくって、どの水準に来たら行くとか、何が足りなかったらやらないとかっていう明確なルールを設けておいて、リスクを限定的にしておくことですよね。まあそうすると、例えば信頼できる友人や家族が持ってきた話も全乗っかりせずに、いつものルールなんでここまでねで話が終わるわけなんですよね。でなんで投資しないのとかね、なんでそのビジネス参加しないのとか、なんでそのぐらいしか資金割かないのって言われたら、いやこうやって決まってるんだと、決めてる自分のルールを守ることが自分の成功の秘訣なんで、少なくともどんな人から持ちかけられてもこのルールは破らないようにしてるんだと、本当にこう例外はなくやってるんだよって、だからこうやって生き残っていられるんで、まあ何々さんとの関係も良くしたいんで、もうここまでで、それで全損してもほら全然付き合い変わんないじゃんみたいなね、そんなとこですよね。でむしろこれ以上に自分のルールを変えさせるまでなんかね、引き止めるなんかわけでも、なんか特別なわけでもあんのみたいな、いやそれはあなたにいい思いがしてほしいからみたいな、いい思い、今が一番いい思い、これ以上出資したりとかビジネスに肩入れしたりするとなんかね、夜も眠れなくなっちゃうんで精神状態おかしくなるんで、将来的に成功するにしてももう今が不安でもうやってらんないからごめんねみたいなね、まあ、そんな形で断れるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、要するにその交渉能力ってのは、交渉持ちかける方じゃなくて、持ちかけられた時にもやっぱり逆交渉っていうのがあって、どう納得して関係を保っていけるかとかね、場合によってはもうエグジットって言って、じゃあここまでで関係終わりましょうっていうふうに切り出すことができるかっていうところじゃないかなと思うんですよ。まあ、要するに交渉っていうのは相手の一番痛いところをこうやってちらつかせることなんで、まあだから交渉持ちかけられた時に、なんていうの、もうチャンスは今しかないですよって言ったら、いや別にいいですよって言えるかどうかなんですよ。チャンスはなくても大丈夫ですと、十分なんで、新しいチャンスは山ほど生まれてますんでとかね、今しかないチャンスですよってもう、ね、10年前から毎日聞いてますよみたいなね、だから違うチャンスが今しかないものが毎日量産されてるってことだなと、まあそういうふうな認識もいるのかなってことですね。じゃあ今日も行きましょうか。1月11日朝9時スタートです。いってらっしゃい。